ジェルム川、サンスクリット語、ウルドゥー語、英語、ジェイラムリバー、古代ギリシア語、ハイダスピスは、インド北西部とパキスタン東部を流れる河川である。この川は、パンジャーブを流れる5つの河川の中で最西端に、あり、ジェイラム県を流れている。また、この川は、シェナブ川の支流で、流域面積は33,700。 平方キロメートル、725キロメートルの長さを有する。日本語だとジェルム川やジェイラム川とも訳される。古代にはヒュダスペス川とも呼ばれていた。ジェルム川の主な水源であるベリナグコアンジュムスルタンシャウバズは自分の著書であるトリック・イージェイラムで川の語源についていくつかの話を記録した。その本には多くの作家がジェルム川の語源について異なる意見を 持っている。一説では、古代のジャヘルーマーバドが、ジェイラムとして知られていたのが語源であるとされている。ジェイラムは、ジャルとハムが由来である。したがって、この名前は、雪で覆われたヒマラヤ山脈を水源とし、都市の外に流れる川の水を意味する。と記されている。しかし、数人の作家は、ダラエアザムが、多くの戦いの後に、川岸のある場所にたどり着き、 そこに旗を立て、旗の場所を意味するジャイアラムと呼び、それがジェルムへと変化したという説を信じている。この川のサンスクリット語での名前はビタスタである。この語源はニラマタプナラで説明されている通り、川に関する神話の事件が由来である。この事件は、女神であるパールバティが賢者であるカシュヤパから、カシミールに住み着いたピシャーチャの悪い習慣や不純物を、 浄化することを求められた。その後、パールバティは、光線で川の形を取り、賢者、バが、ニラの家の近くで、自前の槍を用いて、ストロークを行った。シバは、槍で一つのビタスチの深さを計測するための速攻を、掘っていたが、そこから川が出てきたので、シバはパールバティを、ビタスタと名付けたというものである。冬のベリナグコジルム川は、リグベーダでは、 ビタスタ、古代ギリシアでは、ヒュダスペスと呼ばれていた。バイタスタは、リグベーダという聖典で主要な河川の一つとして、言及されており、聖典内で何度も言及された七つの川だと、推測されている。この名前は、カシミール語のこの川を意味する、バイオスとして生き残っている。主な宗教作品であるバガバタプラナによると、ビタスタは古代インドのバラタ地方を流れる。 多くの超越的河川のうちの一つである。ジェルム川は、ほとんどの山や川と同様に、古代ギリシアでは、神とみなされていた。ディオニュソスタンの中で詩人のノンノスは、ヒュダスペスは降臨した神、ティーターンと、海の神、タウマースと、雲の神、エーレクトラーの息子である神が作ったと記している。この息子は、虹の女神で、風を操るハルピアの半分の姉妹であるイリスの、 弟である。ジェルム川は古代ギリシアにとって、外国の河川にあたるため、神を指定した後に、川の名前を付けたか、川の名前を付けた後に神を指定したかは定かではない。アレクサンドロス3世率いる軍隊は、紀元前326年に、インドの王であった、ポロスを破った、ヒュダスペスカンの戦いにてジェルム川を横断した。アリアンによれば、アレクサンドロス3世は、 ジャパルパーシャリフに埋葬された愛は、ブケパロスを称えるために、ブケパロスと名付けた都市を、ヒュダスペス川を越えた場所に設立した。ブケパロスは、現代のジェーラムに近い場所にあったと考えられている。グジュラット地区の歴史家であるマンスール・ベザット・バットによれば、ブケパロスは、ジャパルパーシャリフに埋葬されたが、ジェルムの近くの町であるマンディ・バハーウッディーンの住人は、デシルプ・ファリアは、 アレクサンドロス3世の死んだ馬であるブケパロスから付けられたと信じており、プファリアはブケパロスからなまった言葉であると言っている。ジェルム川の水はインガス川水条約の条項に基づき、パキスタンに配分されている。インドはインダス水条約によって、パキスタンに対する川の水の使用権を先に獲得するために水力発電計画に力を入れている。一方、 パキスタンも水力発電に力を入れており、アザドカシミールに中国の酸素は南アコーシ主体でカロット水力発電所の建設を行っている。2014年には豪雨によりジェルム川の堤防が決壊し、ジャンムーカシミール州で死者300名以上の被害が出た。ジェルム川はカシミール渓谷南東部に位置するピア・パンジャール。 山脈の付け根にあるベリナグ湖から流れており、カシミールで支流であるカンナバルのリダー川とシャディポラのシンド川へ合流する。その後、深い渓谷を抜けて、パキスタンに入る前にすり流るとウラー湖を流れる。ジェルム川水系最大の支流であるニーラム川は、その次に大きい河岸盆地を流れる、河岸川と同様にムザハラバードで合流する。パキスタンに入り、 パコテサークルの東にある小原橋で、パキスタン全土とアザドカシミールに繋がっている。その後、プーンチ川に入り、ミルパー地区のマングラダムチョスイに流入する。ジェルム川は、ジェルム地区にあるパンジャーブ州に入り、チャジュトダーブの境界線近くのパンジャーブ平原を流れる。最終的に、ジャング地区のトリムバレッジで、シェナブ川と合流する。シェナブ川は、 サトレジ川と合流し、ミツアンコットでインダス川と合流するパンジュなど川を形成する。インダス盆地計画の結果、以下のものを含む水量調整施設が建てられた。注釈出展。ありがとうございます。